神代で、ございます。今日は邪馬台国の拡大についてお話をさせていただきます。紀元220年、中国大陸では魏王の曹操が没しました。66歳でありました。その年10月、曹操の長男曹丕34歳は今や飾り物の皇帝に過ぎなくなっている五冠の検定に迫って帝位を禅譲、皇帝が徳のある人に帝位を譲ることを禅譲と申します。帝位を禅譲させます。そして新たに曹丕が皇帝となって、建国したのが魏帝国でありました。魏志倭人伝で有名な中国王朝はこの魏帝国であります。曹丕は魏の文帝を号しました。この文帝の側近として頭をもたげ、中央政府の要職に就いたのが司馬懿という人物であります。この司馬懿については後に朝鮮半島と関わりを持つ人物でありますので記憶しておいていただければと思います。それはさておき、魏が五冠王朝を滅ぼしましたので起こったのは蜀の劉備でありました。劉備は五冠の帝室の遠い分家であり、五冠帝室を守ることを最大の目的としていたのでありましたから、起こるのも当然でした。そこでよく紀元221年、蜀の劉備は漢王朝を受け継ぐという名目のもと自ら帝位について蜀帝国の昭烈帝位と名乗ります。いわゆる自称皇帝でありました。これを知って紀元229年、呉の孫権も呉帝国を建国し大帝と自称しますから、中国大陸は全く三分裂することになります。いわゆる三国時代の始まりです。ちなみにこの三国の国力がある程度分かっていますので記しておきたいと思います。魏、戸数約66万3000戸、人口443万人、呉、戸数52万戸、人口230万人、蜀、戸数28万戸、人口94万人。ちなみに、和国は魏志倭人伝によると総戸数は約15万戸、人口一家に5人として約75万人と推定されますから、蜀の半分くらいの国勢だったと考えられます。ともあれ、五冠の中頃5000万人を超えた中国大陸の人口はわずか40年余りの戦乱により最盛期の1割5分約770万人程度まで落ち込んでいたのです。およそ想像もつかない惨状であり、河北の平原は行けども行けども無人の荒野と化していたのでありました。この770万人の中国の人口が
元の5000万人の大台を回復するまで約500年の歳月を要することになります。ようやく8世紀唐の玄宗皇帝の時代になって5000万人の大台を超えることになるのです。それはさておき、この時期中国の東北地方から朝鮮半島北部にかけて遼東軍、玄斗軍、洛陽軍、大砲軍に勢力を張っていたのは公孫氏でありました。その公孫氏にあっては当主の公孫弘が没し弟の公孫強の時代を迎えていました。この頃の公孫強は名目上は魏帝国に服属しその地方官となっておりました。魏の皇帝文帝から辞令を受けてかの四軍を軍主として統治していたのでありました。さて、この時期日本列島筑紫北部九州にありましてはようやくイザナギが日本列島の東方の奥地へと海上からではありますが軍を進めようとしていました。いわゆるイザナギの統制国海であります。イザナギは根っからの征服者よく言えば冒険家だったらしく筑紫のことさえ一段落つきましたら早速に海上を軍船でもって東方へ向かう遠征を計画したのです。筑紫のことはすでに一段落ついていました。すなわち博多湾沿岸から南へ中川流域に名国を建てそこを自分の直轄領としその上で、そこより南の筑後川上流後の朝倉市には邪馬台国を建て長女の天照大神別称卑弥呼ですね天照大神を女王となしその弟月読巫女となしめですね月読巫女をその政治の補佐として配置しました。天照大神と月読巫女は鬼道後の神道という信仰宗教でもってよく人民を統治しさらには周辺の小集落までをもその影響下支配下に入れつつありました。特に天照大神の鬼道は凡人の及ぶところではなく巫女シャーマンとしての神がかりの託宣予言治病の方法はことごとくに的中し筑後川流域の小集落の主張の評判を取りかつ信頼を勝ち得ておりました。すでに邪馬台国の勢力範囲は筑後川をどんどんと下降していきもうほとんど有明海に達しようとしていました。たまに軍事力を動かすこともありましたがほとんどはそれに及ばず話し合いで諸国の豪族は神霊を取ってき高間ヶ原天城ですね天照大神の都です
高間原へと娘を人質に送ってくるのでありました。そういう人質としてやってきた多くの豪族の娘を天照大神は自分の宮殿宮室へと入れ、軌道に仕えさせる、いわゆる道教の修行をさせることによって教育しました。人質としてやってきた娘たちではありましたが、天照大神と神職を共にし、かつ道教での精神、形態、飲食の修行などを繰り返しますと、3年と経たのうちに、娘たちは天照大神の血を分けた妹のごとく馴染み、かつ敬愛の情を抱くようになり、その上で立派な軌道の太陽神を祀る巫女へと変身するのでありました。天照大神はそれらの娘たちをその修行に応じた位を与え、その後軌道の修行が完了すると、彼女たちを出身の集落へと返しました。彼女らはいずれもそれら集落、各集落の首長の娘でありましたから、故郷に帰るとすぐ首長に進言して、集落内に楼館と宮室を建てさせました。かくしてその娘たち、数多くの巫女たちは、その自分の集落内で軌道の布教を開始するのであります。天照大神が高間ヶ原の楼館でやっておられることと同じ託宣、予言、治病の沙汰を、その巫女たちは天照大神以上の自信を持って、それぞれの土地、それぞれの地方で行うのでありました。こうやって邪馬台国の勢力は日に日にと伸びていきます。主として筑後川上流、中流、下流および筑後平野、佐賀平野へと伸びていったようであります。これは邪馬台国の曹操であります箱式摂関の出土地域と重なります。こうして邪馬台国による筑後川流域、筑後平野、佐賀平野への進出および政治的安定がもたらされますと、イザナギは筑紫、大賀屋、金冠、多羅国の軍事力を動員して、おそらく2000人近くの軍事力だったであろうと考えられますが、水軍部隊を編成し、博多湾より船出して東へ、瀬戸内海へと向かうことを計画するのでありました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回は邪馬台国の勢力範囲についてお送りします。よろしかったらチャンネル登録をお願い申し上げます。